どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回はですね、私今回のクラス戦勝ったんですけれども、このようにですね、上位層が、もう星3取られまくりと、相手の攻め方非常にうまかったんですね。もうそのですね、リプレイ取らないといけないなと思いまして、私の、前回リプレイを見ていきたいと思います。まあインフェルノタワーレベル2が、まあそのマルチインフェルノで、まあ非カーベ、そしてまあ赤ベが一つ、はい、意味ないですけどね。編成を見てもらえば分かる通り、ラバハウンド4体、援軍にはゴーレムが入っておりますね。まあ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 、もうやばいですね。もうババキンマーチャクも40ということで、早速見ていきましょう。まあラバイオンということで、まあね、一つ目のリプレイさ、ここで援軍を釣り出しつつ、援軍まだ出てないですけれども、そうですね、この何て言うんでしょう、対空砲一つの破壊、そして援軍の釣り出しをですね兼ねて、まずはワンブロック破壊してきましたね。さあここで援軍が釣れたんですけど、まあここで、ウォールブレイカー、そしてゴーレムで、アーチャークイーンの処理ですかね。こちらはババキン、そしてウィザードを出してきました。さあここでなんだ、アーチャークイーンがいるのか。こうアーチャークイーンいますね、多分いますね、アーチャークイーンね、会いましたね。はい、でこんな感じで、まず援軍の処理、そしてアーチャークイーンの処理を兼ねて、またしても対空砲も破壊してワンブロック、あとは対空砲が2つしか残っていないという状況になりました。ここでまだラバハウンドが3体、そしてバルーンが16体残っているので、うん、結構押されてますね、グイグイ。さあここでラバハウンドが出てくるのかな。ここでアーチャークイーンが攻撃を受けていて、さあさあラバハウンドが出てきました。3体出てきてないですね、3体出てきてないですね、まだ2体ですね。さあここで側面から出してきました。あーうまい、対空砲しっかりと破壊してきていますね。そして後ろからバルーン数体ですよね、これ。さあここで面で攻めていって、対空砲1つをですね破壊、そして中心部のここの対空砲も破壊されてしまいますね。いや、ラバーハウンドがこの時点でまだ生きているということがもう驚異的ですね。私の防衛力がねちょっと低いんですけれども、さあもうここで、あとはインフェルノ1台、そしてまあクロスボウと隠してすら、ここで頑張ってもらいたいですけども、まだラバハウンドが生きているということで、やばい。さあここのですね、ラバハウンドがまだ、あ、ここで弾けてしまうんですよね。弾けてしまうので、タウンホールを破壊するユニットが増えてくれるということで、まだラバハウンドが、逆にラバハウンドが生き残ってくれてれば、あ、でもまあここのタイミングでもクロバルがね、タウンホール破壊しているので、まあ、普通に 100% 取られてましたね。あとは、まあ、パピーですね、基本的には。パピーで 100% 取っていくという感じでございます。うわ、やばいな、寂しくなるな、これ見てると。まあね、ラバヨンは、やはりそのガーゴイルを組んでないんですよね、今回。ご覧いただける通り。なので、非常に、そのラバパピーをですね重視してますよね。私も真似したいですね。はい、そして、今回私ターンホール10ですけれども、ターンホール9の方が攻められた、もうこちらも 100% です。すごいですね、すごいです。はい、まあこんな感じでですね、もう防衛施設は完走、そしてうお4体来てる、そしてまあ非カーベということなんですけれども、こんな感じで4体出してからバルーンをですねもう2面、ガガガガという感じで出してます。ここで1体ずつ解けましたね。さあここであと2体というところなんですけれども、レイジを打ちつつですね、まだラバハウンド、この空飛ぶ豚さんがですねもう空中を駆け巡っておりますね。さあここで、もう僕バルーンがターン、まあこちらもですねターンホール10の方が攻めているので、まあターンホール9から星3は当たり前ではないですけれども、まあね、そんな難しくはないかなと思います。さあ、ここで大空砲がまだ2本残っているんですよね。さあ、ここでゴーレムがまだ残っているということで、どこからゴーレムで攻めていくのか、下からですかね。さあ、こちらの壁を開けていきました。さあ、どうするんだ？アーチャークイーン。そして、ヒーロー、両方出てきましたね。さあ、ここで残っているゴーレムはどこで出すんでしょうか。出していきました。さあ、ここで、下に残ったですね、防衛施設とかを壊していっております。さあババキン対ババキン、いやーババキン17歳と40歳の対決ですよ。高校2年生とアラフォーが対決しております。結果はアラフォーの勝ちと。いやーやっぱ40レベルやばいっすね。さあここでゴーレムとアーチャークイーンの組み合わせでバシバシとパーセント
稼いでいくという感じですかね。まあ、もはやパーセントを稼ぐというよりはもう、ゴーレムとババキンとアーチャークイーンで防衛施設まで全て破壊、全てではないですけど破壊してしまうという感じでございます。さあここでスケトラもまあもうはいという感じでございます。うまいですね。やはりそのラバーハウンド4体、まあ、こちらはターンホール10の方がターンホール9の方を攻めているので、まあ、参考にはなりますけれども、さあここで攻め込まないでくださいさんが攻められたリプレイでございます。ラバーハウンド4体ですけれども、援軍でラバーハウンドが1体入っております。なのでラバーハウンド2体ですね。こちらは2体じゃないわ、2体じゃ5体。ここで4体出ていて、援軍のラバーハウンドがもう1体いるという感じでございます。4体。そして先ほどのごとく、バルーンをですね面でこう直線に出していってますね。援軍処理は一切せず、さあここで1体ラバーハウンド2体目解けました。さあ3個目のラバーハウンドが出てきましたね。この時点でもうやっぱバルーンを真ん中でこう面として出すことによって、バルーンが直進して防衛施設を破壊していってますよね。さあここでもうガーゴイルを入れないラバルーン、いやーラバパピーがもう全体に広がってますからね、村の。さあここでもうねここ最初の方に出したバルーンが最後まで生き残っていると。さらに二十何体ですからね。はい、いや非常にうまいですね。こちらの方はターンホール9の方がターンホール9からしっかりと星さんを取っているので非常にうまいです。さああとはまあ、ね、ラバパピー先輩とまあ、そのクロバル先輩がねもうガシガシと、まあクロバルそんな機能してないですけども、パピー先輩がもうパピー先輩やばいっすね、やばいっす。そしてあとは、こちらのリプレイも見ていきますか。こちらのリプレイはラバ4ですね。またさラバ5なのかな。さあ2体ずつ出していきました。こちらのラバハンドは1レベですね。さあここで先ほどのごとく面で出していって援軍処理もしないという感じですね。さあそして最初の方霊場を打っておいて、援軍もまだいますけれどもね。さあここでラバハンドがまだ2体生き残っている。いやとんでもない。さあここでパピーが出てきましたけれども、あと1体残っていますね。あと1体ずつ、あと1体ですね。あと1体か。ラバーハウンドがこの時点でまだ生き残っていることが脅威ですよね。さあここで、ラバパピーさんがですね、でもラバパピーさん今回少ないですね。そこまで。さあババキンも、後ろの方から出していって、まあ最後の防衛施設破壊ですかね。でもこれを見た限りまだ星さん取れないですよね。もう呪文も援軍もユニットもいないで、あともうこのフィールドに残っているユニットだけで 100% 取っていくという感じなので、もうこちらに金庫とかダークエリクサータンクとかエリクサータンクがあるので、結構硬いモンスター硬いその施設がね固まっているのできついかなと思うんですけれども、パピー先輩も、クロバル先輩も相当やってますね。あここでクロバルの援軍が相手の援軍が出てきました。相手っていうか味方か。おアーチャークイーンが処理されてしまわない。うまい、うまいというか、うまいな。もう、うまいですね。やはり、見ていくと、ラバーハウンドを2体最初にボン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 と出して、そこからバルーンを2体、その、2体ずつ面で出して、バルーンもジュボボボって出して、100%。そして最初の方にレイジを打つという感じですよね。あとはターンホール9の方なので、こちらリプレイ終わりますけれども、今回は1、2、3、4本。あ、バイキンマンさんは、さ、5本目のリプレイになるのだろうか。あ、ここはまあちゃんとゴレホグですかね。ということで、今回4本のラバーハウンド4体。まあ、攻め込まないでくださいさんが攻撃されたのは5体ですけれども、まあ、基本的にラバーハウンド4体編成で、ターンホール9からターンホール10からも星さんを取ってしまう。最強とは言えないですけどね。そのね、最強、すべてが最強、ね。もう最も強いわけではないですけども、この、編成は超強いですね。私も真似してですね、ラバーハウンド4体編成でやっていこうかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。